放送ライブラリー入り口放送ライブラリーは神奈川県横浜市中区の横浜情報文化センター内にある放送番組資料の保存、視聴及び展示のためのアーカイブ施設である。ラジオ放送、テレビ放送開始以来、現在までに残っている番組や CM で資料としての保存に値するものが、系統的に収集され、デジタルデータ化されて保存されており、一般利用者は、 無料でこれらの資料を視聴することができる。放送に関する展示フロアもあり、放送に関連する人物を招いて、無料セミナーなども催される。2000年には、横浜市に、現在の放送ライブラリーが開設され、新システムが導入されたのに合わせて、大阪府大阪市住之江区南港の、大阪ワールドトレードセンタービルディングにも視聴施設が設けられたが、2004年に閉鎖された。 公益財団法人放送番組センターが放送法第167条における放送番組センターとしての指定を受けて施設を運営している。運営のための費用は民放、NHK、横浜市からの基金の運用益や補助金、寄付金などで賄われている。放送法第1 6条では放送番組センターは放送番組の収集の基準を定め、 この基準に従って放送番組を収集することとされている。公益財団法人放送番組センターでは、放送番組収集基準を定め、以下の基準に該当する放送番組を収集している。従って、放送ライブラリーには、すべての放送番組が保存されているわけではない。放送ライブラリーでは、テレビ番組約2万本、ラジオ番組約4000本を保存しており、そのうち、 1> 約1万8000本が公開されている。また、放送番組以外に ACC 全日本 CM フェスティバルで入賞した CM や劇場用のニュース映画等も収集しており、合計約3万本が公開されている。ありがとうございます。